さあ後半キックオフ、千葉 1-0 リードです。メッシー、メッシーからマルティネス、タビチ、いいぞ、ポジション切り替え、高木、田口、熊谷、田中、今日ワンアシストです。丁寧に足元を使うマクアリステル。さあカウンタースピードを上げたいところ、田中、ここからですね、空いてますからね、縦行きたいところですよね。渡ればチャンスですが、うまく噛み合いませんでした。エンソフェルナンデス、マクアリステル、ゴヤ、さあ裏を狙っていきましたがこれは通りませんでした。ディマリア、ディマリアへ、これは合いません。さあカウンターのチャンスになります。スペースに出す、この位置で受ける、高木、おー、これいいですよ。千葉がこのセカンドハーフ序盤を1点差でリードする展開になっているんですが、北澤さん、この後どうご覧になりますか？そうですね、早い段階から決めに行けたら最高ですよね。後半 1-0 の状況ってかなりシビアですから、やられたら同点、決めたら安心という大事な場面ですからね。高木、高木から大きく立て、セカンドボール拾いたいと、これはデパウルからマルティネス、このボールに触ります、このボールに触ります。タグリアフィコ、ここはつながりません。スルーパスを狙う、さあつながるか、ここはキーパー処理しました。ゴンサロ・モンティエル、これは合いません。さあゴヤ、ジェフカウンターを仕掛けます。サイドを縦に走らせます、いいとこありますよ、頭だ、いやーよく止めましたよね、素晴らしいですよね、ファインセーブですよね。アルゼンチン、今のは攻守が一転して逆に危なかったですね。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね、常にリスクマネジメントを頭に入れといた方がいいですよね。裏を狙っていきます、ボールがつながる、クロスを折り返す、ヘディングで2点差。得意としているカウンターでのゴール、素晴らしい崩しでしたね。いや迷いのないカウンターでしたよね。奪ってからの展開も早かったですし、ちょっと相手はついてこれなかった感じですかね。見事でした。ゴヤ、今日2点目のゴールです。アルゼンチン、ここで1回目のメンバーチェンジです。さあジェフ、得点を重ね2対0という展開。ジェフとしては 2-0 になったことで余裕を持ってプレーできますよね。ただ一つ失点すると流れも変わってしまうので、守備は引き締めていきたいですよね、はい、さあカウンターを仕掛けます。さあ左サイドへ、うまいですね、コース空いた、マルコス・アクーニャが上げる、触れなかったか、ゴヤ、スピードアップしたいですよ。ここはロメロ、流れを止めます、一呼吸を置きます。主審ファウルを取りました。レフリーの答えはイエローカード、ちょっと今のはいらなかったかもしれませんね。
さあ左へ預けて、エンソフェルナンデスからアクーニャ、熊谷、田口から右サイド、中央へ、コーナーキックです。千葉は2本目のコーナー、アルゼンチンアワヤというシーンでしたが、ここはしのぎます。これは奪い返します。パスを出す、シュート、決まった、追加点、ジェフ、試合が決まってしまうんでしょうか。これで3点差です。これはディフェンダーにディフレクション、そのままゴールに吸い込まれました。おや、ハットトリック、ジェフ、現在3対0と相手を多く突き放すリードをしています。エンソフェルナンデスからメッシ、これはなかなかこじ開けられない、おや、さあ一気にカウンター、スペースを狙った、渡ります、さあ左へ預けて高木へ、あ、いい展開ですね、ヘッドだ、いやーキーパーいいですね、ここで笛です。